あ、噴水終わっちゃった。今終わっちゃった。どこでそういうのとかね。声なんで見るんですか？めっちゃお腹空いた。なんで見るんですか？私がデブだからですか？ぐんぐんぐるたじゃなくていいんですか？ぐんぐんぐるたが合うかなと思った。カステラに？カフェオレにしよう。なんかどこに何があるかわかんない。え、なんでお茶は出てこないんですか？選択肢にお茶がなんで出てこない？ほうじ茶だったらいいな、うん、あるのかな、あったかいのが飲みたいな。あ、ほうじ茶あったかいで140円。ここ、うん、ここ。あ、あやたかの、どっちが稲田の日本茶と。10円安いよ。10円安い。ほうじ茶だっても美味しそうですね。ほうじ茶だってどこにあるの？全然探せてないじゃん。2段目の右から3個目。抹茶でしょ？そうそう。え、私なんて言いました？ほうじ茶。あ、ご褒美って書いてた。ほうじ茶ってご褒美とほら、そこに。抹茶でしょ？ご褒美。抹茶？ご褒美。こっちから見てください。こっちからこうやって見ると、いや、ほうじ茶ほうほうほうが見えるでしょ。ほら、ほうじってほらほら、ね。ほらね。ほうびです。抹茶だって真ん中に来てるからさ。ほうじ抹茶だって。え、お茶ポーズ？お茶のポーズ？なんでお茶で隠してるの？今日の着物コーデは？今日のポイントは？旅を忘れた八重さんです。旅を忘れちゃいまして。旅ソックスを履いてます。かわいい。かわいい。あ、いいね、いいね。かわいい。お、いい。振り返り美人。ありがとうございます。はい。今日のコーディネートは、どこですか？ポイントは。いいですね。今日のコーディネートは、はい、家にあったものコーデです。適当すぎる。この襟とこの帯を合わせました。色をちょっと似てるかなと思ったので、これは多分10代の時ぐらいに買った、福岡で買ったポリの着物では、ぐるっと今だと鬼滅とか言われてる。あ、本当ですね。だけどなんて言うんだっけ、これこの柄もう頭おかしくなって思い出せない。一松模様。一松好きだったもん。この黄色がさ、長崎とかではあんま見たことないなと思って、そのポーズで、こういう色の着物を。なんで、これを買いました。はい。どこだったかな？もう忘れた。どこで買ったかも。ぐるーっと、ぐるーっと回ってください。ぐるーっと回りますよ。はい。